見たことあるぜ。ダークのなんとかってやつだ。汚ねえな。雑誌だろ。どけよ。生意気だぜこいつ。お前がダークの力が評判通りのネズミだな。何のことだ。いい車持つと心配でしょうがねえらしい。かかったぞ。かかったぞ。口の聞き方を考えたらどうだ。俺たちは市民だぞ。それがどうした。誰かが礼儀を教えてやらなきゃならないようだな。てめえらと遊んでいる暇なんかねえんだよ。俺たちはエリート親衛隊だな。お前みたいなクズがミタスをうろつかないようにパトロールを任されているんだぞ。ポリスを呼んでほしいか。勝手なこと言いやがって。エリート親衛隊なんて知らねえぞ。助けてくださいって言ってみろよ。お前なんか殺されたって文句言えないんだぞ。クズ一匹がそんなに怖いか。うるせえ。俺たちは本気だぞ。這いつくばって泣けよ。お前はここじゃ虫けら以下なんだからな。くたばれ。ケレスに戻れ。待ちやがれ。なんで俺を助けた。別に俺はな、棚倉のエリート様だろうとなんだろうと借りは作らねえ主義なんだ。そんなに見てねえでついてこい。車なんかねえからな、歩いてもらうぜ。早く済ましまおうぜ。俺は借りを返しに来ただけなんだから。体で借りを返そうというのか。なるほど、雑種らしいやり方だ。雑種だからなんだってんだ。好きでスラムに生まれたんじゃねえよ。他に返せるものがねえんだよ。あいにくだがな、私はスラムの雑種に手を出すほど不自由はしていない。バカにするなよ。やるのかやらねえのか、どっちなんだ。それほど言うのなら支払ってもらおうか。裸になって壁に立て、自慢の体を見せてもらおうか。楽しませてもらうよ。
服ぐらい脱いだらどうなんだよ。棚倉ではない。ペットをしつけるのにわざわざ裸になるバカはいない。どうした、もうおしまいか。いい加減にしてくれよ。俺はおもちゃじゃねえ。いや、そんな、ただのブロンディさ。リキ、お前がいなくなってからもう3年が過ぎた。ケレスの街は変わらない。きらびやかな不夜城を乱すや、エリートの街棚倉を横目に淀んだような毎日が続いている。いつかこの吹き溜まりから這い上がってやる。それが口癖だったお前のことだ。きっと一旗あげて帰ってくるに違いない。そう思って俺は待った。リキ、お前は俺たちバイソンのメンバーやケレスを忘れてしまったんじゃないか。昔俺たちはケレスにうずもれるなんてごめんだぜって言っていたが、もう二十歳だ。時々ケレスにうずもれかかってるような気がしてギョッとする。なあリキ、探してたものは見つかったか。俺たち市民権のない雑誌がこの街から出る方法が本当にあるのか。その答えを知っているのはリキ、お前だけだ。俺はそう信じている。俺が相手したら飛び込むんだ。おい、冗談じゃねえぜ。ヘッドがビビってどうするんだよ。キリエ、待て。やだぜ。